どうも、私は生き物好き YouTuber なおちゃんと言います。まあ、これからね、蛇の聖地に行ってくるんですけども、私ね、まあ、逃がす蛇もう決めましたんで、その子たちをね、先に逃がしたいと思います。まずね、この B と書いてあるね、あそこにいるシマヘビちゃんですね。はい、あの子ですね、まあ、ちょっとビビリなんですけどもね、まあ、この子とこの子ですね、この子なんだっけ、 E だったっけかな、あ、E ですね、もう特大って書いてるんですけども、8月18日にね、で採集したねシマヘビちゃんなんですけどね、この2匹をとりあえずね、逃がしていきたいと思います。まあ、この大きい子もね、まあ、なかなかね可愛かったんですけどもね、まあ乱獲みたいになっちゃってるんでね、まあ、早くちょっとね元にいた場所にね戻してあげようと思います。そしてね、いろんな生き物を見ていきたいと思います。今は8月の29日ですね、午後のね3時ですね、午後の3時になっちゃいました。まあ今日はね、外気温26度で涼しいんですよ。まあ、チムグリあたりがね、ちょっといてくれたら嬉しいんですけども。そうそう、山からしね、私、前回ね、捕まえたんですけどね、3回噛まれたんですよね。3回噛まれましてね、まあ、牙の跡がしっかりと残ってたんで、あ、やばいと思ったんですよね。うん、でもまあ、毒はね、まあ、回ってなかったようなんで、安心しましたけどもね。まあ、初めてなんですよね、山からしね、まあ、噛まれたのはね、このね、マダニがいるんでね、気をつけないと上から落ちてきますからね。まあ、捕まえたね、マムシとかシマヘビはね、マダニがね、ボコボコついてましたからね、恐ろしいですよ。カナヘビがいましたね。ここのカナヘビはね、全然ね、おとなしくないんですよね。もうかなり激しい個体が多いんでね、っていうかすごいな。脱皮、すごい脱皮が。まあ、この木はね、結構カブトムシとかね、クワガタが来る気なんですけどね。黒カナゴ、前から陣のかな。あ、いたいたいた、黒カナゴ。でもあれですね、カブトムシとかはちょっと見当たらないですね。ああ、かっこいいですね、黒カナブン相変わらず。かっこいいわ。うん、なんかいるかな。あ、いた。こんなところに、こんなところにいましたよ、ほら。これは何でしょう、ノコギリクワガタですね。でかいね、結構。ああ、ちょっと待って待って。ああ、そうだ。これ、牙がね、折られてるやつですね。ああ、かわいそうなんで逃がしてあげましょう。夜見たやつだな。夜見つけたノコでしたね。ごめん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 。あんまりいっぱいいたらね、怒られちゃうからね。そうだね。こんなにいっぱいね、捕まえてきてね、かわいそうでしょ、ちょっと。捕まえたね。でも捕まえられたのは、うん、うわ、結構大きいね。結構大きいでしょ。この子はね、捕まえた中で、まあまあ大きいやつで、まあ、マダニもね、ついてたやつなんだけどね。うん、かっこいいよね。ね、バイバイしよう。よし、じゃあね、この子はね、戻れた場所に逃がしてあげるからね。バイバイ。あっちにやってみて。どういう話したか？じゃあ見ててよ。バイバイ。いくよ。頑張ってねー。ね。いけいけいけ。じゃあ、いらっしゃい。バイバイ。ほら、ほら、あんな感じで。ちょっと。もう一個、さっきの大きな、でも顔がしっかりしてるんだよね。僕、任されたい。ん？任されたいってこと？うん。ブルドしたいもん。あ、ブルドしてる。ブル。そこがね、排泄口よ、うん、そこ排泄口、うんちした、うん、じゃあね、ガンガン逃がしてあげよう。じゃあ、今度こっちに逃がしてあげよう。ね、今年はシマヘビがね、めちゃくちゃ多かったからね。なんだろうね、本当ね、今年はシマヘビが多かったわ。バイバイ。ね、じゃあ、行ってらっしゃい。ね、また遊ぼうね。また遊ぼう。カエルいっぱい食えよ。じゃあな、行ってこい。同じくらいだ。早い早い。まあ、あとはミミズを捕まえて帰るかな。タカチョウヘビとニホントカゲ用ですね。ああ、ちなみにヒバカリはね、食べなかったですね。ミミズ、ミミズね、嫌いみたいですよ。そういえばここに来て早々ね、長男がね、ヘビ見つけたらしいんですよ。まあ、本人はね、シマヘビだシマヘビだって言うんですけどね、まあシマヘビだってほしいですね。これはちょっとアオダイショウとかね、ジムベイとかだとね、結構ショック大きいんでね。まあ、だんだんね、長男もね、目が肥えてきましたんでね。いやー、これはいいことですよ。私のね、息子ですからね、もうしっかりいろんな生き物をね、目に焼き付けてほしいですね。まあ、こうなってくると残すはね、ジムグリとね、シロマだなっていうところですね。この神の山、蛇の聖地はね、本当にすごいところですね。ここだけでね、ここだけで本州8種類ね、全部確認、捕まえたいですね。いやー、楽しみになってきたな。
まあしかし取れ高少ないな今日は。なんかハッと届くようなもん出てこないのかな。取れ高少ねえ、取れ高少ねえな。こういうね動画がね、まあ、没動画になっちゃうんですよ。すごいいっぱいあるんですよこういう動画。私いっぱい撮ってるんでね動画ね。もう全然活かせないんですよね。もったいない。